オスギリアスは、J.R.R. トールキンの小説、指輪物語に出てくる都市の名前で、シンダール語で、星々の鳥でのい、タイガンズインの両岸にまたがる形で建設され、建設以来長らく、ゴンドールの首都であった。ヌーメノールの没落を逃れ、中津国にゴンドール・アルノール領王国を起こした、エレンディル、およびその息子であるイシルズアとアナーデオンによって、 第2期の終わりに建設された。モルドールとの境界にほど近いミナスイシルと、白の山脈の東端に位置する、ミナスアノールの間、アンディンの両岸に位置し、第3期の1640年に都が、ミナスアノールに移されるまで、ゴンドールの首都が置かれていた。第26代、テレムナール王の時代、東方からの薬病が遠い、王及び王の子全員を含む、 大多数の市民が命を落とした。この人口減少及び国土の疲弊に伴い継続的に行われてきたモレドールの監視がなおざりになる。テレムナールの後を継いだタロンドール王は人口が急減し早くも廃墟と化しつつあったオスギリアスからミナスアノールへと王宮を移し、以降オスギリアスは首都機能を喪失することとなる。2002年 指輪の勇気に引きられたモルドールの軍勢により、ミナスイシルが奪われると、オスギリアスは東からの脅威に直接さらされるようになる。2475年、失勢デネソール一世の時代にモルドールから来襲したウルクによりオスギリアスは陥落する。町はデネソールの息子、ボロミアによって脱会されたものの、大河をまたぐ石橋は破壊され、 完全に廃墟となったオスギリアスはこれ以降無人の地となった。指輪戦争の間、オスギリアスは多くのゴンドールの町同様、ゴンドールとモルドールとの戦いの舞台となった。3018年、モルドール軍はまずオスギリアス東岸を、後ゴンドールの守備隊を制圧して、西岸を落とし、全市を勢力下に置いた。これにより、サウロンの軍勢は首都、 ミナスティリス及びその城下に広がるペレンノーレアへと軍を進めることが可能となった。ありがとうございます。